きましょう。次は何ですか？宿に向かいます。次は、路面電車トラムに乗って行きます。同じチケットで乗れる？そうそう、共通のチケットなんで、もう買い直せずにそのまま乗れます。なんか75分間そういうパブリックのものだったけど、あ、そうそう、このベネチアの市内の近郊のバスとかトラムはそれで全部 YouTuber みたいだね。うん、だって俺ら YouTuber だから実は。寒いっすね。寒いっすね。ちょっと大丈夫。でも手袋必要だったわ。結構さ、犬飼ってる人多くない？多いね。昨日体育館にもいてさ、犬が、うん、閉会式終わった後犬がフロアに乱入してきて。やっぱさ、こういうさ、何でもないような駅地下のカフェでさ食べるサンドイッチとかコーヒーも美味しいよ。いや、うまい。ここは路面電車の駅ですね。電車来ました。路面電車、ベネチアのマークですよ。ライオン、カメライオン。乗り込みましょう。クレジット余裕でワンちゃんも電車乗ります。出発です。さあ、路面電車も降りて、はい、ホテルに向かってます。これが今回の我々のホテルです。ここですかね、入り口は。チャオ。Okay, so the reservation is for one night? Yes. We are here until 11 o'clock in the night. From 11 to 7 o'clock in the morning is nobody. Okay. まあまあクラシックスタイルのホテルで、まあ値段のあれでは普通にいいんじゃないですか。一人当たりだって25ユーロだから、4000円しないぐらい。4000円しないぐらい、いいですね。ここが私たちの宿です。ベストで歩いてます。はい、ということで夜になりました。寒いね。外の景色をご覧ください。ピント。それを歩いてる観光客はなかなかいないと思います。みんなベネチアの方、ベネチアの方行くよね。本当に寝るだけ。なるほど。すごいこう、こじゃれてる。そう、こじゃれてて人通りはそんなにないけど、それなりに栄えてるし、うん、でも落ち着いてて静かだね。うん、美味しそう。いいね。アーケード街的な感じ。ね、ピザもパスタも食べたいな。よくある。いいね。お店入りました。ちょっと取り遅れました。メニューは QR で読み取って後で注文します。楽しそうな感じです。何を頼みましたか？ピザのパスタ。うまそうやったな。うん、届きました。これがパルミジャーナ。パルミジャーナ。生ハムにナスとチーズ。うん、いただきます。いただきます。うまいっす。うまいっす。うまいっす。濃厚だね、めっちゃチーズが。うん、ハムはどう？ハムもうまい。うん、ちょっと塩気が強いかもしれないけど、さすがイタリアンピッツァです。うん、じゃあ僕も食べてみます。いや、ほんとこの店はうまいわ。セロみたいになってるで。最高ですね。で、とっちゃんは何頼んだ？これはちょっと平たい麺でたっぷりツナが。クリーム系のパスタだったんだね。そうですね。では早速いただきます。熱い。一言目は熱いだそうです。うまいっす。うん、な、優しい味。うん、今どこ向かってますか？空いてるのかな。いや、人いるわ。入る、いい。行こうぜ。外先にいるほど人がいないとか。シューバース。店員さんおすすめの白ワインを頼みました。サルテ。サルテ。
美味しい。うまい。え、美味しいな。ペペトーシのチップス。ワインを飲み終えてホテルに戻ってます。戻ってます。めっちゃ寒い。でもちょっとでもマシになったな。少しね、歩いたからかな。あとちょっとアルコールも入ったからかな。まさかイタリアの夜を二人で歩いてるとは思ってませんでした。ですね。もうあと寝るだけかな。そうやな。ホテル戻ったらもう一回回します。いいっす。朝ごはんです。何食べてますか？そこそこクロワッサン。朝から甘々のラインナップです。ゆで卵剥いてます。チェックアウトですね。グラッツェ、チャオ。どこの街もだいたい1ユーロぐらいが多いけどちょっと高いこの辺。これから、まあ、空港に向かうわけですけども、カパッキっていう、まあ、コンビニみたいなところでチケット買って、ここから、バスに乗っていきましょう。行きましょう。だいたい15分から20分ぐらいかな。20分ぐらい。そう、いい天気だね。雲一つない。めちゃくちゃいい天気。これが良かったけど。まあでも、まあ、確かにこれ昨日だったらかなり快適だったね。最高じゃん。風あったし、寒かったもんね、昨日は。石畳みたいなのが多くて、うん、スーツケースとの相性最悪です。ここはタバッキーですか？To Persian go back. No, one way. Just one way. When you are going to airport. Airport. Yes. Grazie. Grazie. Ciao. さあ今バス停に着きましたけど。こっちが早いんだろ。バス停の後ろが港になってて、いい感じだね。さあそろそろイタリアともお別れです。空港着きましたね。荷物預けましょうね。マルコポーロ空港はそんなに大きくないもんね。空港着いたんですけどチェックインカウンターが開かないですね。もう2時間前切ってるんですけどね。2時間前切ってます。早く来すぎなくてよかったね。そうだね、ちょうどよかったね。ちょうどよかったってことで待ちぼうけです。ワクチン証明のページが必要ですって言われてた隣の日本人女性助けてきました。さすが。喋る人いた。イタリア協会のスタッフのせいで。こっち来て知ったんだけど、イタリアの人ってカプチーノ朝しか飲まないって言ってた。そうそうそう。でもいいんだよ、いつ飲んでもいいんだけど、私たちはそうなんだみたいな。そうそうそう。昼はエスプレッソ飲んでるねって言ってたんだ。だからそうか。いや、これは何でもない。そうです、そうか、そうか、そうか、そうだね。ポーランドでの旅程を今考えてくれてます。もしかしたら近くのバレーボールチームの練習を見に行けるかもしれないということで、チェック中のとっちゃんです。出てどうするか。